さあ、ラスト対応面ですね、選択ステージでは。対応面失敗すると次の世界も普通になってしまうので、ちょっとタイミングよく狙います。まあ厳密に言っちゃえば、101か105と全く同じレベルになるみたいでした。あの世界面については。はい、 OK。 はい、102。気づいたらもうここまで来てたんですね。あれ、失敗した。なんやかんやで結局なんかあんまり血が言ってない気がするんだけど。入った。いやー、やばいなこれ。なんかこんな時に限ってなんでこんないらない色が多いの。ちょっと待って、なんか凡ミスしすぎでしょう。狙ってないんだな、きっと。狙ってないっていうか、狙えてないんだ。あえて自発ではなく可能にしてる。可能の助動詞をつけましたけど、助動詞っていうのかな、あれ。副詞じゃねえって。そうだ、可能動詞か。ちょっと待って、なんだこれ。いやー、鬼畜。ちょっと待って、いや、急ぐ。なんで出ないのよ。もうやだやだ、パスボブやだ、ほんと。なんかつらい、そういうこんな状況になると。ただじゃなくてもこれ長いから慣れるのにさ。ましてゲームオーバーになるなんてね、もってのほかだよ。って使い方絶対違うな思ったけど。36。ちょっと待って、音声だったら1段上げてから
とちょっと待って、こうします。そうすると実は緑が落ちます。勝手に落ちてくれます。まあそれが作戦だったんですけどね。どの辺だ、この辺か。あれ違う、紫が出てきた。なんでまた出てきた。本当にパズボールの色の出てくるアルゴリズムはどうなってるんだ。本当に完全にランダムか。少なくともウィキペディアで見たんですけど、テトリスは違いますよ。違うらしいですよ。ちゃんと考えてるらしいですよ。同じのが連続して出ないように。104、これか。これもトラウマだな、ある意味。出ないので、それをうまく利用しつつ、 OK、 作戦通り。まあ、あとは普通にやってきますけど、消えた色とか出ないでくれるかな。はい、 OK。 はい、105、バランスフィード。まあ色が3色に減りましたけれども、3色に減るってことは落ちるインターバルも早い。あ、でもあと狙いにくくなったのかな。まあそんなこと言ってもしょうもないですけど、しょうもないっていうか俺にとってはどうでもいい話だ。太陽デッサン。